こんにちは、月島です。ファグフィルタープロ Q3 のレビュー第3回目です。ここまでイコライザーとしての基本機能とアナライザー機能を2回にわたって見てきました。今回はそれ以外のダイナミック EQ とリニアフェイズ EQ について見ていきたいと思います。目次です。ダイナミック EQ とは、ダイナミック EQ として使用してみる。リニアフェイズ EQ、 最後にまとめと次回予告です。それではダイナミック EQ について見ていきたいと思います。ダイナミック EQ とはざっくり言うと、イコライザーとコンプレッサーが合わさったものです。イコライザーは指定した周波数と原因を常に実行します。例えば 500Hz で原因を -6dB と指定したら、常に 500Hz で 6dB カットし続けます。またコンプレッサーは指定したスレッショルド値を超えた場合、設定したレシオの値で音を常に圧縮します。通常であればそれで構わないのですが、ミックスが進んで音が増えてくると、任意の周波数帯で音が何デシベルか大きく出た時だけその音を抑えたいといったケースが出てきます。例を挙げると、ボーカルの視察音、サシスセソやドラムパートをミックスしたけれど、ハイハットの強弱が強すぎるので大きい時だけ少し圧縮したいなどといったケースがあります。ちなみにボーカルの視察音の処理に特化したディエッサーというプラグインもあります。原理はダイナミック EQ と同じで、ディエッサーは高音域のみに対応しています。まとめてみると、ダイナミック EQ は音量をトリガーにして EQ をかけるプラグインということになります。次は実際に音源にかけて効果を見ていきたいと思います。まずバイパスでドラムループを再生します。先ほど述べたように、この音源のハイハットの部分にダイナミック EQ をかけてみます。ハイハットの周波数を探します。だいたい 12,000Hz あたりにハイハットの耳障りな音があるとします。この周波数に対してダイナミック EQ を設定してみたいと思います。ダイナミック EQ を設定するときは、ゲインノブの上の赤い部分を操作してブーストカット量を設定します。今回は多めに -6dB に設定してみます。Q 幅も設定します。1.44 に設定しました。ここから先の操作はコンプレッサーと同じになります。コンプレッサーの操作についてよくわからない方は、以前プリセットを利用して3ステップでコンプレッサーをかける方法という動画を公開していますので、そちらをご覧ください。次にスレッショルドの設定をします。ゲインノブの上にオートというボタンがあります。このままだとプラグインがオートで操作してくれるのですが、ボタンをクリックするとレベルメーターが表示されて、スレッショルド値を設定できるようになります。デフォルトでは -20dB に設定されています。これは任意で操作することができます。圧縮が行われた場合は、ゲインの上部がゲインリダクションメーターになりますので、どのくらい圧縮されているのか確認ができます。この設定でドラムループを再生してみます。
バイパスで再生します。もう一度オンにして再生します。主にスネアの音に反応してしまっていますが、ハイハットのオープンとクローズの音にも反応しています。そんなに派手な違いはありませんが、かゆいところに手が届く機能です。また慣れるまではスレッショルド設定はオートがおすすめです。次はリニアフェイズ EQ について見ていきたいと思います。Pro Q3 をリニアフェイズ EQ として使用する場合は、インターフェース下部のゼロレイテンシーをクリックします。ここのメニューにリニアフェイズがありますので、選択するとリニアフェイズ EQ として使用できます。さらに右側にメニューが選択できるようになり、位相のズレに関しての設定ができます。低いものから高いものと選択ができます。ただマキシマムを選択すると CPU 負荷がものすごく上がりますので、使用するときは注意が必要です。リニアフェイズに設定しても基本的にイコライジングの仕方は同じです。またリニアフェイズ EQ についてはイコライザーの使い方その3にて取り上げていますので、ご存じない方はそちらの動画をご覧ください。次はまとめと次回予告です。いかがだったでしょうか。私なりに3回にわたって Pro Q3 を手放せない理由と魅力をレビューしてみたつもりです。このプラグイン1台でいくつもの役割をこなせることも良いのですが、やはり見やすいインターフェースと使いやすさというのもポイントが高いと思います。次回は3本の動画になった Pro Q3 の動画を1本にまとめた一気見の動画を作成してみたいと思います。このプラグインに興味がある方の参考にしていただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。